それではね、これが鶏肉のささみですね。まあ、味噌仕立てのかしわうどん。少し
古いんだね。これはいけませんね。綺麗に洗って加熱編です。あ、ちょっとね。
これで完成です。味噌仕立てのかしわうどんです。はい、お味噌仕立てのかしわうどんです。どうでしょうね。うん、いけますよ。かしわ肉、具の方は、鶏肉の他に白菜、長ネギ、油揚げ、人参、卵、大根、いつもね、おうどんっていうとめんつゆになっちゃうんですけど、味噌仕立てもね、いいですよね。これはね、ミルクコーヒーです。
聴ありがとうございました。